1801年のルメリア地方、ルメリアはオスマン帝国統治下の南バルカン地域についてのトルコ語の名称であり、15世紀から使用された。ルメリとも言う。ルメリアとは直訳するとローマ人の土地という意味であり、ローマとはオスマン帝国以前にこの地域を支配していた東ローマ帝国のことを指している。11世紀から12世紀にかけてはルメリアは アナトリア地方にも使用されていたが、トルコ人による東ローマ帝国の征服が進むに、つれて次第に南バルカン地域のみを指すようになった。ルメリア地方は古代のコンスタンティノープル属州、テッサロニキ属州、トラキア属州、マケドニア属州、も、エシア属州の地域のことであり、現在のギリシャ中央部とトルコのヨーロッパ部分、ブルガリア、北マケドニア共和国などにあたる。 北はドナウ川に接し、西はアルバニア、南はモレアに接する地域である。ルメリア地方の首都はビトラである。1870年から1875年にかけて国境が変動した結果、ルメリアの名称はどの国でも使用されなくなった。1878年のベルリン条約でオスマン帝国の自治州として東ルメリ自治州が構成されたが、 1885年9月6日に無血革命が起こり、その後ブルガリアに併合された。今日のトルコでは、ヨーロッパ側の領土である、エディルネ県、クルクラーレリ県、テキルダー県、チャナッカレ県の北部、イスタンブール県の西部の地方を指すのに、ルメリ地方の代わりに、トラキア地方が広く使用されるようになった。しかし、ルメリアの地域名は、歴史を扱う上では使用されているし、 バルカン地域に居住するトルコ人やバルカン地域からトルコに住した人々の文化などにも使われている。またギリシャではルメリ地方は中央ギリシャ地方を指し特にモレア地方と対比するときによく使用される。ルメリアの最初のベーレルベーは村と一世の教師であったララシャ写ンパシャである。1362年に写ンパシャはルメリアの行政の中心を フィリベにおいた、その後の1382年にソフィアに移された、ありがとうございます。